はい、こんにちは、大沢です。今更聞けない分かりやすい解剖学、今日もよし、はい、ということで、循環について、やっていますけれども、今日は、血液ときて、2番目のリンパということなんですけども、皆さんの中でも、リンパに対する、まあ、リンパマッサージって言ったりとか、リンパアプローチなんていうことを やられている方もいらっしゃると思うんですけれども、実際にリンパっていうとどこに何をアプローチしているのかとか、あとは、どういったものなのかっていうのもちょっとね、深く下げてみたいと思います。リンパっていろいろ、まあ、リンパって言うんですけれども、まあ、免疫だったりとかこうね、いろんなイメージがありますね。むくむとかがあったりとか、リンパむくむ、回収するとか、まあ、いろんな、なんかイメージでこうあると思うんですけれども、まあ、私の中ではこう分けた時にこことここセットです。血液 と、リンパっていうのをセットで考えています。こういうふうに、循環のお話をだと思うんですけれども、循環の中で、実は成分はもともと血液です。リンパのというのはこういうふうに流れていく、ね、前回というか、右心房心室左心房左心室から飛び出たものが体に体循環で行って細胞に行ったっていう時に、細胞のところに行く時は最後は栄養をどう 届かすかというとですね、ここは細胞と、ね、細胞がいっぱい並んでるわけですね。こういうふうにね、各1個で細胞だけじゃなくて細胞がいっぱいこうやってわーって並んでるわけですね。でそこに毛細血管を通して血液が染み込んで染み出していくっていう、こうね、流れてこうし動脈の入ったところ、こういうのが染み込んでいくという形で、その時に赤血球というお皿があって酸素が乗ってという形とかなってるんですけど、その溶かしてる、あの乗ってる 水の液体ですね、その入ってるのっていうのがにじみ出て満たされてる状態、これを、細胞の間の液、細胞間質液なんていうので満たされてる中にこう細胞というのがあるっていうような感じなんですけども、そこで、やり取りですね、栄養のやり取りとか酸素二酸化炭素の効果なんていうことをやってたりとかするわけですけれども、そしてこれが静脈に入ってく中で二酸化炭素入ったのが入り込むというような形ですね。ここでこういうふうになっていくんですけれども、この時にもう一系統回収をする、戻る、どこに、リンパはどこに戻るんですか？心臓に戻るんですね。最終的には、静脈に戻って心臓に戻ります。静脈に戻る、ちょっとそこを整理してみましょう。はい、ここで出て、ここで交換をして、で血液のところで今度静脈として戻っていくなんですけれども、もう一系統を、これがリンパということで、こう戻っていきます。リンパというなので、行きは1系統、帰りは2系統に分かれて循環をしているということになります。それぞれの分けてるってことは働きが違います。どちらかというと、こちらはガス交換をしてね、そういうガスですとか栄養分とかなんですけども、こちらはいろんな、これ代謝の時に生まれた、タンパク質だったり分子量がちょっとね、こっちの方が大きめのものが入ります。こっちよりもね、タンパク質ですとか、あとはあの細菌とか、だからリンパ節があったら熱でとかいうのあると思うんですけども、細菌とかっていうのは、ばい菌っていうのはこっちに回ります。でその回る途中であるのが赤所、赤所、赤所って実はこういうところにあったんですね。ね、でまあここにもあるんですけども、こういうところあるんですけども、赤所、ここが、リンパ節と戦う場所が多くて、リンパ球がいっぱいいてですね、細菌とかばい菌が来たらこれでバチ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 って戦う赤所があるんですよ。待ち構えてるわけですね。ばい菌とか入ってきたら、わ、来た、やっつけろっていうので、リンパ球たちがいるっていうところが、こういうね、鼠径部だったり、気管部だったりっていうところに、そういう赤所でここでやっつけてから
心臓に行かないようにするというような場所がリンパの節ですね。リンパの中にあるリンパ節、節というのがありますね。リンパ節っていうのがあったりします。というふうに体がこう来て悪いものとか老廃物とか菌が来たら、それを分けてそこでやっつけて体を回してるわけですから、菌とかが回って困るので、そういうふうに役割を分けてるっていう設計図のもとにあります。はい、私なんか建築でね、昔こう図面とか描いてたんですけども、これ見た時にうわっと思ったんです。っていうのはもうこれともう人間の体とすごいなって思ったのは、この設計図っていうのは動脈がね重なるんですけども、蛇口から出るお水なんかね、動脈ね、じゃあなんか飲める動脈が栄養を送ってる、各細胞に洗面器を入れれば飲める。でこの時に手とか洗って排水になって、いろいろこう戻ってくるのが静脈かななんてちょっと思います、ね、こうやってね出してからの戻ってくる静脈で、さらに、じゃあこれは何って言ったら、これはどちらかという と、そういう戻ってくものの中でももう一種類ちょっとプリッっていうことですね、トイレのお水なんかこっち分子量がちょっと大きいようなものだったりとか、ちょっと汚れたものっていうのをこうです。でそれをこう戻していく中で、途中でろ過器がついてるか、このちゃんときれいにするものがついてるっていうのは建築でも一緒で、排水と汚水というんですけど、あの汚れたトイレの別系統で出るのは1個なんですけど、別系統で戻します。でそこで戻っていく中に途中で浄水場があって、こういうのをやっつけるのが菌とかね、汚いものをきれいにする。で、きれいにして結局、一緒なんですけども、川に戻していくって、川がまた蒸発して雲になって雨になってまた注いで、それがまた蛇口から出るように、こういう循環をしてて、実は体のこの小さい中でこれを全てやってるなっていうのを思って、私はちょっと感動したんですけれども、本当に体と似ててですね、なんかその中で役割を分けてるっていうのが重要ですね。で、皆様の、その施術の中ではどういうふうにっていうかというと、これね、どこにこれも通ってるかというのだったりとかするし、リンパ節とかねっていうのがどこで、熱とかを持ってっていうのがあるので、そのどうせやるならばリンパ節の、ね、少し周りを、そこの循環自体を良くしてあげるようにこう、ね、圧迫をしないような形でリンパ節の場所っていうのを意識してやっているかとかですね、あとは普段やってるリンパのマッサージ、リンパとかいろいろ言うんですけども、何についてのリンパなのかっていうのもちょっとね、こういうまとまってるところっていうのはどちらかというと、表面の毛細血管のこういうところがいくつも集まってきて、ちょっとこう太めになったところっていうようなイメージでもいいと思いますし、この表面にあるっていうのはまたアプローチのイメージが違うかなっていうふうになってます。実際にリンパでどういうマッサージをしているのかとかっていうのを考えてみると面白いと思います。ちょっと、リンパのところを今日整理をしてみました。今日もこれでよし。